花は摘みすぎちゃダメよ。あんたか。何が入り用だ。いや、あんたの父親について聞きに来たんだ。ファネットに頼まれてな。ああ、親父の件か。手間を取らせてすまんな。構わないさ。それより最近タロールに変わったことはなかったか。さあ、わからねえな。昼間はいつも里の中をぶらついているみたいだが、ただそうだな、近頃は妙にそわそわしていた気がする。うん、タロールがよく行く場所に心当たりはあるか。それならもっぱらブラシル爺さんのところだな。泉の向こうに住んでる熟練の漁師さ。親父とは昔から仲が良くてな。あの爺さんなら何か知ってるかもしれねえ。ありがとう。早速聞いてみよう。おや、シラ様たち。おや、族長の客人が何の用だ。ああ、ちょっと船のことで相談があるんだが。あんたがマンダの父親か。そうだよ。なんだ、娘が厄介事でも頼んできたかい。俺のチョコボが見たいから連れてきてくれとせがまれたよ。あんたに頼めば船で運んでくれるはずだと言っていたが。やれやれ、あいつのチョコボ好きにも困ったもんだ。そんなわがままほっといていいぞ。いや、俺としても自分のチョコボがいると助かるんだ。外へ買い出しに行くと聞いたが、一緒に運んでもらえないか。うん、そういうことなら構わんよ。あんたら客人には助力を惜しまないよう言われてるしな。ただ船に乗せるとなったらあれがいるな。チョコボの気を落ち着かせるミメットの野菜だ。海の上で暴れられたら困るからな。それを持ってきてほしい。なるほど。それはどこで手に入るんだ。すまんな、そこまでは知らないんだ。チョコボに詳しい商人でもいたらわかると思うんだが。それならマーサの宿にアンブロシアのバグを用立ててくれた商人がいたな。彼に聞いてみるとするか。守備よく手に入れたらノースリーチ近くの海岸まで来てくれ。他の荷物と一緒にチョコボを運んでやるからよ。客人か。わしに何か用かね。実はタロールが病にかかったみたいでな。親しい間柄のあんたから近頃の様子を聞きたいんだ。なんとタロールが。はあ、やつも年には勝てんということかの。昔から丈夫なことが取り柄で病なんぞ無縁の男だったが、癒してのファネットも何の病か分からず困っているんだ。あんたから見てタロールに変わった様子はなかったか。ふん、そういえばこのところしきりと樹林の様子を気にしとったな。わしが寮から帰るなり根掘り葉掘り質問ばかりしてきた。道すがらに何か見かけなかったか、何か聞こえなかったかと。いつもはのんきに
うまそうな魚は取れたかなんて聞いてくるのに、どうして突然樹林なんぞを気にしだしたのやら。確かに妙だな。樹林か、心に留めておこう。詳しい話に感謝する。構わん構わん、わしもタロールの具合が良くなるよう祈っておるよ。癒し手に報告するか。傭兵さん、タロールさんに関する話は聞けましたか？私の方はこれといった手がかりをつかめていなくて。病に関係するかわからないが、一つだけ気になる話があった。タロールは最近しきりに樹林の様子を気にしていたらしい。変わったものを見たり聞いたりしなかったかと、寮から帰ってきたブラシルにしつこく尋ねていたようだ。タロールさんが樹林の様子を？あ、まさか。でもありえない話じゃない。心当たりがあるのか？おそらくタロールさんが気にしていたのはトンビリ族という万族のことでしょう。タロールさんが体調を崩したことにそのトンビリ族が関係しているのかもしれません。なんだって？私の考え通りならば、やはり癒しの知識では治せない。傭兵さん、もう一つお願いがあります。樹林にあるトンビリ族の縄張りへ向かってもらえませんか？奴らの祭壇には人が捧げた供物があるはず。それを持ち帰っていただきたいのです。そいつが病に関わっているのか？ええ、事情は後ほどお話しいたします。タロールさんが危険ですので、今は祭壇へ急いでください。わかった、すぐに行こう。ようやく宿に空きができたぞ。まずはマーサと話していろ。おや、あんたはあの時のロザリアの心は元気にしてるかい？ああ、おかげさまでな。そいつはよかった。やっぱりチョコボはご主人様と一緒が一番だ。それで今日はどういった用向きだい？わけあってミメットの野菜を探している。チョコボに詳しいあんたならどこで手に入るか知っていると思ってな。おお、知ってるも何も、在庫を抱えすぎて頭を悩ませていたところだ。なんだって？よかったら一つ持っていきなって。人が食うには向かねえし、ほっとくとすぐ腐っちまう。本当なら他の町に売りに行きたいが、これまた匂いが強くてな。よく書いて運んだら野生のチョコボに取り囲まれちまうや。悪いな、助かるよ。いいってことよ。ロザリアの心の様子も聞けて嬉しかったからな。ほら、こいつだ。こんな時勢だが、あんたたちも達者でな。ああ、ありがたく使わせてもらおう。よし、ノースリーチ近くの海岸に向かうか。
いらっしゃい。安くしとくよ。またあの魔物が出た時に備えて来るのか。頼んだぞ。行け。ありがとう、アンブロシア。おお、来たか。そいつがあんたの。なんとも立派な白チョコボだな。ミメットの野菜も手に入れた。これで船渡しを頼めるな。よしよし、これならどんなチョコボも落ち着くよ。こいつを食わせたら出発しよう。アンブロシア、これからしばらく船旅だ。しっかり食べて気を落ち着けてくれ。待たせたな。アンブロシアを連れてきたぞ。すごいすごいすごい、本当に本当に白チョコボだ。真っ白でキリッとしてて、足腰もしっかりしてる。ああ、しかも度胸がある。大きな波で船が揺れても暴れる素振りすら見せなかった。ミラージュの境を越える時だって堂々としたもんだったぞ。大概のやつはミメットの野菜を食わせても騒いじまうからな。アンブロシアはいろんな経験をしてきたんだ。多少のことでは動じないさ。それだけじゃないと思うよ。やっぱり一番は信頼してるお兄さんと一緒だったからだよ。そうなのか、アンブロシア。お兄さん、こんな素敵な子に会わせてくれてありがとね。私もこの子みたいに立派なチョコボを育ててみせるよ。娘のわがままに付き合わせてすまなかったな。これからもチョコボの船渡しは任せてくれ。ああ、助かるよ。ミシディアでもよろしく頼むぞ、アンブロシア。時の祭殿に向かうには、シルベの寄船の先を左へ曲がってくれ。ああ、分かった。カタブが言っていた要はこれだな。
だがナセフらしき男はいないようだ。川沿いの方を探してみるか。誰かいるな。あいつがナセフか。要の見回りをしているナセフという男を探しているんだが、あんたがそうか。いや、違うけど。ここで飼った獲物を片付けていただけだよ。それで、なんでまたナセフのやつを探してるんだ？あいつ、何かやらかしたか？いや、彼の相棒のカタブに頼まれてな。ミラージの要を見回りに行ったまま帰ってこないらしい。そうか、そいつは心配だな。カリュードならこの樹林には詳しいだろう。心当たりはないか？うん。そういえばこの先にある橋なんだが、最近修繕を終えて渡れるようになったんだ。もしかしたらナセフのやつ、橋の向こうにある要の様子を見に行ったのかもしれん。なるほどな。ありがとう。俺も一応この辺りを探しておこう。ナセフを見かけることがあれば伝えておくよ。そうか、よろしく頼む。この橋の向こうの要か。魔物か？
助かりました。あなたはもしかして族長に雇われた傭兵さんで？ああそうだ。ところで、あんたがナセフだな。そうですが、どうして私の名前を？あんたの相棒に頼まれたんだ。あまりに帰りが遅いから探すのを手伝ってくれとな。カタブが、そういうことでしたか。要の手入れに夢中で魔物に気づかず、危ないところをありがとうございました。そいつを手入れしていたんだな。ええ、この中にクリスタルを仕込んで幻影を作り続けているのです。幻影にほころびが生じればミシディアを外界から隠せません。要の手入れは里にとって大切な仕事なんです。そうか、あんたの仕事の大切さは分かった。だが自分の命も同じように大切にしないとな。面目ありません。普段はカタブと一緒なのでこんなことはないのですが、外からお客人が来たと知って急いで手分けをしたのです。けどまさかこんな形でご迷惑をおかけしてしまうとは。おお、無事に見つかったんだな。魔物に襲われていたがどうにかな。そいつは良かった。だがまだ魔物がうろついているかもしれん。俺が里まで送っていこう。傭兵さん、後でカタブのところに来てもらえますか。改めて二人でお礼をさせていただきますので。ああ、分かった。何を？おお、傭兵さんが戻ったぞ。ナセフから全部聞いたよ。相棒を助けてくれてありがとうな。本当に助かりました。ああ、無事で何よりだ。しかしミラージュの要の見回りというのはなかなか骨の折れる仕事のようだな。ええ、どの要も決してクリスタルを絶やせないですし、今日のように魔物に襲われることだってあります。もしミラージュで自分の身を隠すことができたら、一人で見回るのも簡単なんでしょうけどね。おいおい、あれは人にかける魔法じゃないだろう。そんな危ないことをして石化が始まりでもしたら大事だぞ。石化、もしかしてお前たちもベアラーなのか？ああ、あの要から複雑なミラージュを操るにはベアラーの生まれ持った才が必要だからな。名誉な仕事だ。そうか、ベアラーの力を誇りを持って使っているんだな。ええ、外ではベアラーは奴隷同然だと聞きますが、ここではそんなことはありません。私たち水の民はそれぞれが得意なことで協力し合っている。その生き方が当たり前なんです。なるほどな。とにかく相棒を見つけてくれて感謝するよ。本当にありがとうな、傭兵さん。
ところに小瓶が。この香りにこのラベル、ザンブレクさんの香水か。里の者が落としたとは思えないが。誰だ。待て。何が起きてる。あっち行け。僕は美味しくなんかないぞ。待ってろ、今助ける。大丈夫か。ああ、友よ、君は命の恩人だ。お前の友人になったつもりはない。何者だ。エルベ、やっぱりあなただったのね。ああ、愛しの小鳥ちゃん、やっと会えた。ここにいたんだね。すみません、いても立ってもいられず後をつけてきてしまいました。こいつがお前の言っていた。はい、彼はエルベ、私が夜の帳で働いていた頃の客です。客だなんて。幾度も歌を捧げ合い、愛を語り合ったじゃないか。なのになぜ僕の前から消えてしまったんだい。歌にもならない書き置きでさよならだなんて。あなたを選ぶことはできなかったの。この里を捨て一人だけ幸せになるなんて、私には。私のことなんて忘れてほしかったのに、どうしてこんなところまで。愛の力、いや運命が僕を導いたのさ。ふざけないで。海辺で見かけたんだよ、君と同じ褐色の肌に銀の髪を輝かせた女性を。その人が船に乗り、ネプトのハロー壁へと向かうのを見たのさ。それでいても立ってもいられず、僕も。まさか俺たちについてきたのか。しかし思い人を探すためとはいえ、その程度の手がかりで船を漕ぎ出すとは無謀なことをする。船を漕ぐうちに、あの曇り空が真っ青に晴れ渡ったんだ。まるで僕と彼女の将来を祝福するかのように。わかるかい小鳥ちゃん、愛あればこそさ、愛が僕を君のもとへ連れてきた。ああもうエルベ、あなたを忘れられればよかったのに。分かってないとは思うけど、ここまで来てしまった以上、あなたを黙って返すことはできないわ。私と一緒に里まで来るのよ。あなたのことは一族の皆に判断を仰ぐしかないの。ああ、僕たちのこれからについてご家族と話し合うんだね。
大歓迎だとも。どうか里へ戻られたらお声掛けください。この度のことについてお礼をいたしますので。さあエルベ、行くわよ。もちろんだとも、小鳥ちゃん。まさかあの時後をつけられちまっていたとはね。今となっては仕方がない。あいつのことは里に戻って考えよう。この度は本当にご迷惑をおかけしました。構わないさ。しかしあんたが夜の帳で働いていたとはな。ええ、一族の事情を知るマダムの取り計らいで。ここなら素性を明かさなくても怪しまれずに働けるからと。里に足りないものを手に入れるにはどうしてもギルが必要です。ですからマダムの力添えは本当にありがたいことでした。イサベルらしいな。とはいえザンブレクの膝元で働くのは危険も多そうだが。一族のためと思えば怖くはありませんでした。夜の帳の皆もとてもよくしてくれましたし、それにエルベにも出会いました。書き置きだけを残して去ったのは心苦しく思っています。でも私のすべてを明かすことなんてできるはずがなかったから。あいつはどうなるんだ。かつては外から入り込んだものを殺める掟があったそうです。里の存在を隠し秘密を守るために。穏やかじゃないな。大昔の話さ。昔と今では外とのつながりも大きく変わってる。私は今の族長としてしかるべき判断を下すつもりだ。ヤミラ、あんたは気に病むんじゃないよ。あいつは私が連れてきてしまったようなものだからね。シュラ様、どうか寛大なお裁きを。エルベはただ愚かにも私を追ってしまっただけなのです。わかっている。だが裁きを下すのは皆の意見を聞いてからだ。いいな。もちろんです、シュラ様。お心遣いに感謝を。傭兵さんも変なお願いを聞いてくださりありがとうございました。すぐに終わる。
道なりに進むと門が見えてくる。そいつを開けて進んでくれ。その先に広がる遺跡を抜けると高台へと続く洞窟があるんだ。トンベリ族の縄張りはこっちか。うん、気配を感じるな。あれが祭壇か。奴ら一体何を。儀式のようにも見えるが、まずは片付けるしかなさそうだな。すべて倒したか。供物を探そう。銀色の首飾り。こいつが供物か。急いでファネットに届けるとしよう。お帰りなさい。無事で何よりです。祭壇に供物はありましたか。トンベリ族と戦う羽目になったが、この首飾りを見つけた。ああ、やはり。説明してくれないか。そいつは一体何なんだ。奴らは何をしようと。この首飾りはグエリゴール全教の信徒が身につける祈りの証です。なぜそんなものが祭壇に。それは呪いのためです。伝承によると、トンベリ族は人が抱く恨みを喰らい、その力で呪いの儀式を行うといいます。その儀式に必要なものはあなたが見つけた供物です。
これに恨みを込め祭壇に捧げた人がいたのでしょう。もしかしてあんたはタロールの不調は病じゃなく奴らの呪いのせいだと言いたいのか。ええ、私も呪いなどただの昔話に過ぎないと思っていましたが、近頃のタロールさんの様子や祭壇にあった供物からするとそう考えるのが最も自然なのです。あんたの言う通り、本当に呪いがあるとして、だったら一体誰がその首飾りを。首飾りにはタロールさんの名が彫られていました。トンベリに供物を捧げたのはおそらくタロールさん自身です。まさか自分自身を呪ったとでも言うのか。いえ、彼は誰かを強く恨んで呪いをかけようとしたはず。けれど相手がすでに死んでいたら呪いは返ってくるそうです。まさかタロールが苦しんでいるのは、行き場を失った呪いがタロールさん自身に返ってきた。私はそう考えています。もしかしたら親父が若い頃に出稼ぎでザンブレクに行っていたことが関係してるのかもしれん。その首飾りについて親父から聞いたことがあってな、異教徒だとバレねえように長年持ち歩いていたと。その時何があったか聞いているか。いや、何も話したがらねえよ。供物を取り戻したせいかタロールさんは少し落ち着いています。ただ呪いが完全に消えたとは言い切れません。どうにも厄介なもののようだな。また俺の力が必要になったら遠慮なく言ってくれ。お心遣いに感謝を。何か分かったらすぐにお知らせします。俺からも礼を。こいつはミシリアの特別な鉱物を探すためのお守りだ。こいつを持っていると近くの鉱物が共鳴して不思議な音を出す。ミシリアのあちこちにあると思うから探してみてくれ。いくつか手に入ったら俺の火事場に来てくれ。水の民に伝わる装具を特別に作ってやるよ。ありがたく使わせてもらおう。タロールの回復を願っているよ。俺に任せとけ。ああ、達者でな。